皆さんどうもです。ポルスです。今回はアルバスクリームというアジアで一番レベルが高いスクリームでリード、センテッド、ターバンのアメリカ3人のトリオがビッグロイしてしまったというね、えぐいマッチの実況解説です。参加してくれるだけでアジアを超えてる現象が起きてるんやけど、まさか勝つとは思わんかったね キャッシュカップとは感覚が違うからね。周りはアジアのトッププレイヤーしかいない状態、言うたらアジアのグランドファイナルでアメリカ勢がビクロイ取っちゃったみたいな そのレベルの勢いやし、そのプレイが参考になりすぎたんで動画化しました。プレイも実況解説もリアルタイムで通してやってたんやけど、動画の途中でね、みんなにぜひ意識してほしい。総合的に見て、あ、これが引いててたなっていうところを見つけたんで、なんでこんなにラグいのに勝てたのかというところをね、後付けでも解説入れていくんで、ぜひ見てほしいなと思います。それでは行ってみましょう。 Let's go。この方が、海外勢でプラスリードとセンテッドのトリオ、ミスティメドーズ、ミスティメドーズ側に降りてますね。リードがミスティ好きなよな、めちゃめちゃ。それもあって降りてるのかな。ターバン、あ、ターバンさんで合ってる。視点はターバンさんですね。多分この方がね、呼んでくれたよね、海外勢を。この方とあともう一人、オプティマスさんかな、の二人が、おー、いいエイム。窓越しから窓に向かって撃って当てていく、うますぎるな。さあ、そしてここの角の取り方も面白いね。むやみに詰めないっていうのも面白いな。やっぱりこの詰めるタイミングで横にね、渡るタイミングでアサルトのカバーで死んでしまう可能性もあるから、ここら辺焦らずにできるだけしっかり対応してますね。こういうな、丁寧さもやっぱ大事よね。この方キーマンやな。ターバン3視点の、フェイズセンテッドと、ターバン視点のフェイズセンテッドと、リートの視点ですね。海外勢はね、俺基本呼び捨てにするんやけど、ちょっとあれやな、アジア勢さん付けすることがほとんどやから違和感しかないね、ごめん自分の中ですごい違和感あるわ。俺さん付けしちゃうよな、ずっと。さあ、そして2件ぐらい漁っただけですぐに後ろに引いてますね。ラマがあるんかなと思ったけど、これはチームが多すぎたのかな、わかんないね。格殺入れることもなくすぐに移動して山の方に戻っていきますね。これは不思議やな。さあ、もう1チームいるから、まあ、やっぱり漁夫を恐れたのかな。ここへ戦っても、どうせ勝ってもね、今、ダウン取ったチームのキルを取ったとしても、結局、倒せないから、倒されるから、引いたのかもしれんね。早いね。めちゃめちゃ早いね。だいぶきついと思うんやけどね、普通に。デカポ2の、タクショも白タク。まあ、白のタクテカルショットガンって、前のシーズンのミドタクと一緒の性能らしいんで、なんかね、一段レベルアップしてるよね。だから白タクも昔のミドタクぐらいの強さはあるんやけど、まあそれでもな、言うてミドタクぐらいの強さやから。さあ、そして今回の新要素、謎解きパズル。何が出る。おお、ポンプ出る。強っ。そしてここからは移動になります。今はなき UFO を使って円の縁を外回りで回っていって、直線で入るんじゃなくて、なるべく人が集まっていなさそうな海側を選んで暗示に入っていきます。で、こっからがすごくて、初動ポンプが強くなったとはいえかなりの加速し、だいぶ地理貧な雰囲気がありますよね。で、アーマーも結局なくなっていきます。本当に誰もアーマー持ってないとかね、みんな白ダメージになってるとか、そういう厳しい状態でも勝っていったと。このトリオ、リートはよく知ってる方もね、多いと思うんやけど、アメリカ西パワーランキング4位、ターバンが13位、アメリカ東でセンテッドが17位というね、全員が驚異的な強さを持ってる方々なんやけど、別にトリオメンバーというわけではなくて、それぞれ違うメンバーで FNCS 出てます。なのにもかかわらず、めちゃめちゃ連携が強い。後付けのこの解説で、先にみんなに一番注目してほしいところ、ここを意識しながら見てほしいっていうところは連携の部分、その連携の中でもどういう連携なのかというと、集まり方の速さですね。即席トリオにもかかわらず3人ともが1マスに集合するそのスピードがすごいのと、意思の統一がめちゃめちゃうまい。まるで3人で1つの生き物のようにね、動いていくんよ。本当に誇張抜きで3人ともが動じないよね、全部が。その重なり方をぜひ意識しながら見てほしいなと思います。落下地はないんやろね。じゃあいいな。今のところやっぱり UFO は最強の移動機。エイム良すぎ。さ
さあ、そして根元を崩してさらにダウンまで取っていければいいが、これ惜しい。惜しいね。さあ、アンチはかなり遠い。資材はあるが回復が多分3人とも全くない状態ですね。どっかもワンパー思い切って詰めていきたいね。これはここら辺も回復ないんで当てられたくないから資材削ってでも入っていくが、ここでセンテッド選手が残り HP100、 100は違うな、ごめん、10やね。ニートとセンテッドリアルでやってますよ、これアジアサーバー。さあ、要はやっぱターバン選手になりますね。ターバン選手が先陣切って1人落とせればいけるんやけど、アンチ移動もなかなかできんか。こういう時にな、リーコン持ってたらね、敵がアンチ移動したのかどっかでハイドしてるのか分かるんやけど、さあ攻めに行く。ムラポンの音がしたのは多分味方。おお、相手もこれロー HP すぎるな。2人倒してここは一瞬で落としていきましたね。ただ相手の物資が低すぎるな相手の物資初動レベルの物資やったな。今のリブートかな、今の人はピストルやったしな。リブートとあと1人何か持ってたかもしれんけど、相手もほぼ何もない状態でしたね。資材だけまだねある方だと思うんで、なんとかうまいことこのアンチ入っていきたいね。いやー痛すぎる、えぐい2連続食らったこれ多分。いやーすごいな相手の人、これリーコン入ってなかったけどね、相手見えてるな今の。やば、一気に減っていきますね人が。さあ、そしてなんとか耐え切ってはいるが、まあリート選手がなんとかね体力いっぱいあるんで落としていければって感じだね。あとはこのレールガンで貫通でダメージを取るだけじゃなくて、敵を下から落とすことができれば全然対面しに行けばね、ワンボックスエイム勝負で倒せるかもしれないんで、ああ行くなこれ、結構強気でいってますね。ただ相手の対処もうまい。リート選手までアーマー消えて、これは3人とも白になっちゃったな。攻めれんね、なかなかこれ強気で攻めれんな。本当にレールガンで上にいる敵を落としてボックス囲ってしまうのが一番無難かな。これハイグラちょっと弱いかもね、確かにね。ハイグラ UFO がいたらめっちゃ弱いし、 UFO いなくてもレールガンで簡単に落とせる。なんなら床1枚でハイグラ伸ばしとったら貫通するもんな、レールガン。さあ入り込み、まだ倒せてない、ヒルログは流れてないが、ここで倒していく。デカポ持ってる、1人だけの人をしっかりと取っていきましたね。ただこのタイミングで違うチームが来たら怖いが、ミニポとデカポ両方あったな、今の人はデカいね。いや、めちゃめちゃ回復上なんちゃうかな。そしてアンチも入ってかなり自力な状態やけど、ここら辺のつなぎはうまいな。さあデカポはミニポ2個もらって、デカポも1個飲んだと思ってたように見えたからな。お、ジャンパーまである。今の人はあれやな、最後の一人やったんやのに。さあ残り45人の状態のまんまアンチが移動して、あけどやっぱ減ってってるね。ボックスファイトとかもな、レールがあるからやっぱこういうの強気でいってますね。壁張り替えが簡単やから。いやえぐいえぐいえぐい、俺も一人って分かってるのか。リーコンを使ってるわけではないが、ここら辺は判断で攻めてますね。すごいね、これは多分使ってないよねリコ。けど感じ取ってるんかな感じ取ってるっていうと能力っぽく聞こえるかもしれんけど、多分一人っていうのは分かってるやろね。さあアサルトの弾もショットガンの弾もなくなってきたんで、ここは味方から弾もらえたらいいんやけどな。めっちゃ強気やだよね、重なり方もうまい。さあ張り替えは勝ってるが、相手のカウンターもうまいね、相手の対象もうまい。さあ壁は取れてるが、センテッド選手が見てももういないか。いやー、またちょっと減らされたな。資材渡して弾はもらわないんやね、ないんかな。1人分の死体あれば、あーもらえたね。さあショットガンの弾もらって、そしてジャンプパッドを味方に渡したかな、ここで。いやー惜しい、これは惜しい。ミニポーションもある、飛べたら飛びたい、もう飛んじゃいたいね。リーコンがあるが、これリーコン取れるか、味方取ったかな。ミニポ渡して、さあ低空ジャンパー、低空ジャンパーはなもう練習しないといけないね、いかに素早く低空ジャンパーできるか。入り込んでいくが、ここはさすがに落とされて、そして素早くカバーしていく。いやー判断早い。そして今度はリートもカバーして、アンチ入ってますね、アンチ入ってる、起こせるんじゃないかな。まあ起こしても回復が少なさそうなんで、またね自利品な状態ではあるんやけど、自利品な状態からここまでずっと生き長らえてるんで、
全然戦えてるな、すごいね。さあ残り資材はターバン選手は300資材かな。なんとか側面、今度は左の側面取っていく。フリーのスペース見つけるもうまいね。今左に敵が全然いないから資材節約しながら進行できますね。ただここら辺で徐々に徐々に前に進んでいかないといけないんで難しいな。これで敵と会っちゃうね。さあもう一回3人でボックス攻め込んでいくか。ワンチャンこの家の中で攻めていく可能性もあるけど、どうだ、若干右に寄っていかないといけないからな。資材は、あ、めっちゃ増えてるね。木の資材がすごい増えてるんで、これもらったかな。さあ3人で生きながらえてるが、残り人数はまだ30名生きてるね。次のアンチ、次の次がラストかな。いやレベル高、いやレベル高いな鬼高いねレベル、すごいな。なんでこんなみんな生き残れるんやこの環境で。あ、ラスト1個前やね。あと2回アンチードで終わりじゃないかな。これと次で終わりやと思うんやけど。残り19名ですね。ラグイの2億戦ってる。それな、忘れてはいけないのはこの方120キングやからね。さあ残り18名まで減ったけど、これ最終アンチ閉じ切るまでに4チームぐらい生き残ってしまうかもね。回復勝負とかはさすがにできないし、ローグラめちゃめちゃ広げて、できればもうここで相手をうまいこと1人か2人絡め取っていきたいね。拠点をでかく広げるときは、まあ、スペース取るためっていうだけではなくて、割とリフレッシュをするために拠点を広げるとこもあるからね。資材が少なくなってきたらあえて一気に使ってリフレッシュできる場所を増やすっていうのもありないけど、さあ残り8人まで減ったね。一気に減ったな。残り8名でちょっと上がっていくか。若干段差になってるからここ上がって、ローグラにはローグラでまた1チーム増えたから。いやーけどここまで3人で生きてんのすごいな。あんだけ自力やったのにすごいね。さあハイグラーけど、ハイグラチャグスプラッシュ持ってるな。これ人数の構成は分かんないけど、ローグラ1人はいるんじゃないか。いや、いないか、外から行ってるか。残り6名で 3v3 なのか、いや違う 2v3 かな。ハイグラ2じゃないか。これはチャグスプラッシュ、チャグスプラッシュじゃないか、チャグランチャーか。取って3人で体力が整った。勝ってしまうのかこれ。いや 1v3 だ、マジかハイグラ1だ。これはもう物量でいけてしまうぞ。さあアサルト打ちまくって、なんならレールガンまで持っているポンプ。いや相手の対処もうまいが、さすがに3人の、いやうまいな相手1人。いやー勝ってしまった、マジか、勝ってしまったずっと見てるシーンは自利品だったが、それでも勝ててしまうのがアメリカトリオ。いやー強、マジか